はい、皆さんこんにちは、クロノです。それでは今日もですね、集まれ動物の森ハッピーホームパラダイスで、別荘作りをやっていきたいと思います。はい、この前、別荘作りさせてもらったジュペッティですねいや可愛いんだよなジュペッティね。このちょっとピエロ味があるところがいいですよね。なんか今日ね結構可愛い住民ばっかりこっちにいてくれてる可愛いな。私とかがね浮き輪とかに乗ったらね、あんな風に乗れない気がするけどなんかひっくり返っちゃいそうですよね。よし、じゃあ今日はどこだったかな、モニカが来てたんですよね。モニカもね可愛いですよね。一応新住民というかね、集まれ動物の森の新住民かなね。後でのアップデート後の新住民じゃなくてね、ジャックとかと同世代の子ですね。まあ、一応ねアゲアゲな DJ の音楽に乗ってパーティーができたら最高ねって言ってるんですけども、今ね夏なのでね、ちょっとリゾートっぽいのを作ってあげようかなと思うんですよねちょうどリゾート満喫してるとか言ってきましたね。ということで提案させてもらいましょう。ちょっとね DJ とかってなるとね、私の方がわかんないのでねどういう別荘にしたらいいか全然出てこないので、よいしょ。ってことでここが迷うんだよな。で、さっきあつ森開いて、モニカが来てるから、あ、モニカで、ちょっとなんかリゾートっぽいのを作ってあげようかな、と思っただけで。そんなね、なんか、どうしたいとかはなかったんだよな。どうしようかな。ここでいいかな。海があるとかがいいよね。1階ですね。はい。おお、何人目になるんだろうね。これで。結構こっちのメインの赤でもね、作ってきてるんじゃないかなと思います。サブがね、30何人ぐらいかな。作ってたんですけど。さあ、別荘の、まあ、リゾート、まあ、多分名前はね、さっき思ってたのが南国のリゾートか、ただただリゾート気分みたいな感じにしようかなと思ってたんですよね。よいしょ。リゾートっぽい感じ、これかな。多分これでこうして、ああしてこうしてこんな感じでいいんじゃないでしょうか。いやね、昔はね、本当に、なんかで言ったかな、なんかの動画で言ったかもしれないですけども、昔はね、やっぱり、昔っていうか学生の頃ですね、やっぱりその、一応ね、私、男性ですので、かっこいい路線の方がいいなって思ってたんですよね。なのにね、仕事始まってからかな、大学とかで、なんかたまにね、自分ではそんな可愛いと思ってないんですけども、なんか可愛いって言ってくる人がたまにいたんですよね。当時付き合ってた彼女だったりとか、今のね、嫁とかもね、可愛いって言ってくれるんですけども、そう、何が可愛いのかはわからないんですけど、そうやって可愛いとかって言ってくれてて、あ、可愛い路線もいいんだみたいな別にかっこいいが無理してかっこよくしなくてもいいんだみたいな感じでね、思ったんですよね。だからまあ、そっからね、もともとね、結構可愛いもの好きなの隠してたんですよね。結構ぬいぐるみとかをね、UFO キャッチャーで撮ったりとか、よくね、プレゼントしたりはしてたんですけども、
自分自身がね、可愛いと思って撮ってるとか、そういうのはね、あんま見せないようにはしてたんですけど、でも、まあ、そういうのを、ね、そうやって可愛いって言ってくれる方とかを、にあって、まあ、ちょっと自分がね、可愛いものとか好きなのは、出していいもんなんだなっていうのを、ね、何の話してんだろう何の話してるかは分かんなくなってきたけど、でそういうのでもいいんだなっていうのをちょっと分かってきたので、こうやってね、多分私の別荘作りとかいろいろ見ていただいてる方とかなんとなく分かってきてくれてるかなと思うんですけども、結構可愛い路線にしちゃってます、すいませんはい、ということでね、まあ全然かっこいいやつとか作れたらね、かっこいい路線のものも作りたいんですけどね、おしゃれなやつとかね。でもなんか、どちらかというとちょっと可愛い寄りになっちゃうところはあるかもしれないです。よいしょ。まあ、とりあえずね、まあリゾートっぽくしたいので、ちょっとリゾートっぽい家具を一旦、出すだけ出してみましょうか。あとちょっとね、私がただ可愛いなと思ったものをパッと出しちゃってます。リゾートっていうとどうなんでしょうね、私の思うリゾート的な感じなのはどちらかというとちょっとホテルみたいな、私自身そんなにリゾートなところは行ったことはないと思います、おそらく小さい頃に行ってたらわからないですけども、うん、あんまり覚えがないなーっていうところはあるので、あ、これ今出してるのは本当に家の中でも使うやつなので、一旦出してね、履歴に残しといた方が後から出しやすいなと思ってやってるだけです。なので全然後で消しますね、外ってやっぱりあれだよね、サーフィンとかね、サーフボードだったりビーチタオルとかね、この辺使うんかな、どうなんだろう、ハンモックとかも置いとこうか、とりあえずエアソファーってね、個人的に自分の家に欲しいですね。ラタンのベッド、パラソル付きビーチベッド、あーこっちがいいかな、カントリーなクローゼット。どうしようかな。カントリー系で攻めようかな。家の中。家の中カントリー系で攻めてみましょうかね。一応まあマーメイドとかも出しといて、マーメイドとラタンシリーズも出すは出すけど、まあ多分カントリー系で、やっていくんかなっていう感じは今んとこはしてます。まだ今んところなんでね、全然変えていくかもしれないです。うん、こういうのとかね。いやもう、ね、なんだろう。動画として投稿してるから、あれですけどね。これがライブ配信とかだったら、途中から来た人何やってんだって思っちゃいますよね。これ、絶対途中から来たらね、本当に。なにこれ、ゴミ、まあ、ゴミじゃないけどね、なんだろう。なんか、散らかす屋敷、なんか、ゴミ屋敷みたいな。いや全部新品だけどもね、そんな風に思っちゃいますよね。どうしよっかな。貝殻のアーチとかあっても可愛いかな。ガゼボいやガゼボハマりすぎやろ最近。パーゴラも出しとこうかな。本当になんかめっちゃいいですよね、あの家具。うん、あとねここら辺も好きなんですよね。マーメイドのランプとピスケスのランプ、あのメインの島でもね結構使ってます。あとねパームツリーランプとかも使えたら使っていきたいので、ガーデンライトも使えるなら使っていこうかな。これ面白いですよ。フレームマシーンって見たことあります？あのね下からボーってなるんですよ、火があれ、なんか言った気がするな。言った気がしますけども、本当にいい感じっすよ。いい感じっすよって。ね。
どうしよっかな。トイレとかはまあいいかな。あ、露天風呂とかあってもいいよね。もう出せないだろうけど。もう出せないと思うけどね。一旦このは、このかん、こんだけ出しといて、にしようかな。はい。じゃあちょっとね、家の中で使うやつはしまっておきます。これは多分使わないですね。パラソル付きがあるので、多分使わないかなと思います。この辺は、家の中で使うかな。よいしょ。うん。これもだし、これもかな。ユリのレコードも。よし。まあ、マーメイドね、外にあっても可愛い感じはするけども。うん。ちょっとマーメイドはマーメイドの一角を作ろうか。そうしようかな。そんな感じでいきましょうか。ちょっとパーゴラね、毎回見ても覚えられないんだけど、何があるかを見てみましょう。ホワイトフラワー。パーゴラ。どうだろう、パーゴラかガゼボかどっちがいいんだろうな。ちょっと迷いどころですね。パーゴラセットして、アイアンガーデンベンチ、家具で行った方が、あるじゃん。これがいいです。これが欲しいです。ホワイトで行きましょうかね。ホワイトで行って、この辺でね、ちょっと休憩するような場所を作りましょうか。ガゼボね、あってもよかったけど、どうしよっかな。うん、今回はいいかな。で、ちょっともうここだけ完成させちゃいましょうか。私、お花のマイデザを、お借りしてるので、これを下に敷き詰めて私のメインの島でもね、ちょっと同じような雰囲気のやつあるんですけど、ちょっと同じような感じにします。ここちょっとお花畑みたいな感じ。あ、間違えた。あれ、今どういう状況。あ、こうだね。合ってる合ってる。これでこうして、ちょっとね、細かいんですけどね。お花をここに散りばめていきましょうか。よいしょ。うん。んで、いやもうこれ、作った人ほんとすごいなって思うんですよね。この端っことかまでちゃんと作ってるから。角ですね。普通にやっていくと、角ってなんか、ちょっと、形変になっちゃうんですよね。変っていうかね、例えばこういう感じでやるとね、もうなんか四角でこう区切られてるみたいな感じになって、まあそれもね、全然初めの頃はね気にならなかったんですけど、よいしょ、あ、間違えたでもね、気になりだしたらね、気になる言いましたねよいしょ。はい、ここはこんな感じでいいとして、よいしょ。ちょっとだけずらそうかな、家を。家をちょっとだけずらして、一マスだけずらしたいけど、ちょっとこれが邪魔か。よいしょ。一つだけずらします。うん。ずらさんでもいいか。ずらさんでもいいね。よいしょ。よし、こんな感じでいいかな。はい。ハンモック。どうしよっかな。ハンモックとか、ハンモックじゃないな。ここら辺にパラソル置いて、いや、流されちゃうな。ちょっと海寄りにしすぎた。流されちゃいます、このままだと。アンブレラーでいきます？バイオハザードの雰囲気が漂う。
あ、ピンクでいいかな。ピンク。うん、これかわいいかな。よし、ここにこれ置いて、で、贅沢に、カニさんのキャンサーのテーブルだったっけを置いて、ここに後でジュースを置きましょうか。で、よいしょ。あとは、ここに、あー、パール。パール。パール。パールでいいかな。ホワイトのままでよかったかな。ピンクね、もうちょっとなんて言ったらいいんだろう。薄いというかね、なんだろう、この、明るさをなくしてくれたら、ここにはあったような気がする。あ、ずれた。よいしょ。あ、で、こうしちゃうのもありなのか。うん、こういうのもありかな。だいたいここに置きたがっちゃうんだけど、私は。こっちの方がありよりかもしれないな。ね。結構いいかもしれないです。よいしょ。で、ピスケスのランプだったかな？間違えた。よいしょ。こうして、この辺に置いて、ピスケスのランプでちょっと道を作っていくような感じで、行って、まあ、ここまで案内します。よいしょ。うん。ちょっとね、金色なので目立つんですけども、見た目が可愛いので、ね、結構意外と馴染むかな。ちょっとピンク寄りになってくれたらね、もっと嬉しいけども。じゃこれいらないかな。ここにね、ヨットとかを置きたい感じはしますよね。よいしょ。で、パームツリーランプの、キュート、クール、トロピカル。うん、トロピカルかな。トロピカルな感じの、ちょっと いろんなところに置いていきましょうか。よいしょ。この辺ってもう置けへんよね。置けへんよね。できたら置きたかったけど。よいしょ。まあこんなもんでいいかな。よいしょ。もうこれもいいかな。ビーチタオルも良きかな。よいしょ。ここにちょっとね、マーメイド系の、ね、ちょっとなんだろう。モニカからしたら映えスポットを作ろうと思います。私っていうかね、私たちから見て映えスポットになるかはわからないです。どうしよっかな。下が、ウッド系がいいかな。あ、いや。ピンクウサギのレンガとかいいかもしれないですね。ね、結構意外と可愛いの持ってますよ。よいしょ。持ってますよって。これをね、自分で作れたらね、めちゃくちゃいいですよね。まあ、さすがにそこまでの技量はないんですよね。あ、間違えちゃう。X とプラスボタンを間違えちゃう。よいしょ。これで、ピンクウサギのレンガでこうしちゃって、ピンクウサギのレンガは確か端っことかなかったと思われるので、よいしょ。このままでいいかな。このままこんな感じで端っこはやっていく感じにして、よいしょ。これもここはこんな感じかな。こんな感じにしていったらいいかな。よいしょ。あ、じゃあもうちょっとこっちの四角のやつもいるね。よいしょ。結構ね、使いたいマイデザインっていっぱいあるんですけど、なかなかね、使いたいけど、うまく使えるかどうかは別問題という感じで。
で、適当にちょっとね、形の違うマイデザも組み込んでいきます。よいしょ。こんな感じかな。よいしょ。で、マーメイドシリーズってまだまだあったよね。じゃあ、マーメイドで調べたらじゃなくて、並べ替えで、マーメイド。ちょっとガーってしますね。右見ないでおい。この辺や。ハーヒーフーヘイホーだから次だね。なんか使えそうなやつあったように見えたけど、気のせいかな。ビニールチェアとかは、まあ雰囲気には合ってるけど、いいかな。もうちょっとね、広かったらバレエのネットとかも置いても、可愛い感はあったけども。いいかな。ノルディックなソファーとか良さそうだね。ハープとかも良さそう。ちょっとだけ、これだけ出しとく。後で消しますけどね。バードバスとかね、おしゃれですね。あ、考える人じゃないですか。こんにちは。あ、鳥かごもいいですね。トナカイのイルミネーションってもともとこんな色だったんだ。私の島はね、白色のトナカイがいるので、ね、もう色が違いますけども。じゃあ下に行きましょう。マミムメもあった。シェルフ、あと出してないのなんだ？テーブル？あ、ずれた。テーブル、ベッドまでは別にいいかな。ドレッサー、チェア。この辺でいいよね。この辺だよね。OK です。こんな感じでやっていきましょうかね。はい。これでいいかな。このソファーは後で中で使うかもしれないっていうのと、鳥さん、なんか外に出してるとかわいそうかな。どうなんでしょうね。白い鳥さん。かわいい。で、忘れてたけど、こんなところにバブルマシーン置いてましたね、私。よいしょ。これもピンク色に変えたいけど、あ、ピンクってなかったか。ピンクないなら、ホワイトか白レンガかな。白レンガ。ホワイトかな。ホワイトですね。こっちを使ってもいいかな。こっちでピンクにしてしまって使うのもありか。ちょっとここは保留でいきましょうか。ハープはちょっとどこで使うかはまだ未定です。よし、じゃあどうしようかな。ね、一応サブの、サブじゃない、メインの島にもね、あるはあるので、あれなんですけども。よいしょ。ちょっとね、難しいですね、配置が。でもね、テーブルを、ここを置いて、座るような形にして、よいしょ。このソファーは左端にしようかな。左端に置いて、で、ドレッサーとかは、この辺にして、これを端っこに置く。んで、これをどこに置こうか。これどこに置こうか。よいしょ。これこうして、端っこに置くだけでいいかな。なんかこれ映えてんのかよくわかんなくなっちゃった。これでいいのか？これでいいのか？私がしたかったのはこれで本当にいいのか？よいしょ。はい。じゃあこれちょっとこっちに変えてみようかな。こっちに変えると？ここはでもこっちかな。こっちな感じはしますよね。で、ここで、お役立ちになるのがハープさん。
ハープさんをここに置こう。どうや。ちょっとちょっと場所取るけども。まあ、いいんじゃないかな。ちょっとこれ、場所変え、あー、ダメか。こう。でもこうだよね。これでいいかな、じゃあ。ちょっと待ってね。こうして、これをこっちにして、あ、こっちの方がいいかも。あ、これでいいね。うん。こっちの方が可愛い感じはしますね。よいしょ。バブルマシーン。ね、私、結構バブルマシーンを多用しちゃうタイプの、あれでして。よいしょ。こうして、バブルマシーンで囲む？いや、どうだろうな。バブルマシーンいるかな？一旦いらない方向にしていこうかな。で、この上にさ、なんか置きたいよね。置きたいのと、あとね、あ、なんかこれトロピカルな感じする。アイスレモンティーだけど、ちょっとトロピカルな色してるから、ここに置いとこう。よいしょ。あとは、何か置きたいな。犬。解き放たれし犬。一匹だけポツンといるの、ちょっとかわいそうだな。この辺かな？この辺にね、いてもらって、ご主人様と一緒に、ね、楽しいリゾートライフを送ってもらおうか。貝殻のランプ。の、パールというよりか、ホワイトかな。ホワイト。で、ここにもホワイト。うん。まあ、良いのでは？いい感じですね。もうちょっとなんかあったかな？もうちょっとなんかあったかな？そうそう。やっぱそうですよね。外が結構時間かかるよね。なんか前回、ジュペッティのとこだったかな？別荘やったとき、意外とね、早く終わっちゃったんですよね。別にね、早く終わった方が見やすい、動画的には見やすいのかなと思うので、私はいいんですけどね。次はサーフボードがなかったね。サーフボードが欲しいなと思ってたんだけど。やばい。スターライトを使いたくなってる。スターライトを使いたくなってる自分がいる。さあなんで、ちょっと戻りますね。さあ、この辺じゃない？赤サーターな、だからちょっと過ぎたかな。うん、この辺かな。サーフボード。いや、もうなんかここまで来てサーフボードって変かな。もうここまでなんかもう可愛い感じのやつになってるのに、急にサーフボードになったら変？よいしょ。いや、もうね、雰囲気合ってるはずなのにね、一番浮いてるな、この中で、サーフボードが。あとね、気づかなかったけど、ここ、ガーデンライトさんいらっしゃるじゃないですか。私が置いたのに。どうしようかな。どうしようかな。サーフボードは、サーフボードでもあった方がいいかな。ね、あった方がいいか。一応置いとこう。サーフボードここに。今多分、ちょっと一番浮いてる感あるけど、まあ、全然いいのではないかな。スキー板置いてみる？いやー、もうなんかね、今この空間の中でちょっと違和感があるけど、なんかどっこいな感じになってる今、スキー板と。ちょっと可愛くしすぎたな、ここら辺。
いやでもいいかな、こんなもんで。うん、よいしょ、いいかな。このサーフボード置いときましょうかね。あ、砂の城とかあるじゃん、砂の城。あの左側の左下はね、こうやって遊ぶ系、遊ぶ用みたいな感じでいいかな。遊んでるよみたいな、バカンス楽しんでるよみたいな。あ、なんか砂の城のおかげでなんかいい感じになったね。なんかなかなか思ったよりはいい感じになった気がしますね。ちょっと待ってくださいね。この家の目の前をどうしようかな。ちょっと違うかな。家の目の前どうしよう。レンガの道。ちょっと浮いてるか。ほんのちょっとだけ浮いてる感あるかな。テラコッタにするとどうだろう。テラコッタの方がまだいい感じかな。よいしょ、どうすか。まあそれでもちょっと浮いてる感あるけど、まあいいかな。どうしようかな。あ、思いついた、思いつきましたよ。いや本当にね、外時間かかっちゃう。今回中も時間かかるかもしれないと思ってるので急がなきゃ。よいしょ。この板系というかね、こういうの使っていこうかな。お、これあれか、透明化していただいてるやつか。ありがたいね。あ、ここをちょっと間違えた。よいしょ。なんかちょうど丸っぽくなってくれたから、だいぶありがたい。おー、よい。あ、これ丸、あれか。これは透明化してないやつか。こっち？あ、こっちもしてないやつか。じゃあこれは？あ、これ、してるけどあれか。こうなるのか。どうしようかな。これは？あ、これいいかも。これでいいですね。ちょっと下見えちゃってますけど。まあ、それはそれで良いのではないでしょうか。で、ここも置いて、ここは、こっちかな？こっちの板にして、よし。いい感じじゃないですか？なんか珍しく、外見もなかなかいい感じだったけど、こっち側いけないな。こっち側いけない。モニカさんごめん。一旦ね、ここでダイビングスーツ着てもらって、こっち潜ってからあっちに行ってもらうようにお願いします。すいません。すいませんでした。あ、2個まで嬉しい、喜んでる。よし。よし、問題は中ですね。中のね、壁紙とかね、どうしよっかなってとこですね。まず壁紙から、あれかな？まずちょっと、全部一旦10にしましょうかね。一旦10にして、みんなね、作るときどうやって決めてんだろうね。ちょっと横ら辺にしといて、パーティーな壁。南の海な壁。夜景の壁。クラブの壁。あ、でも、はじめはね、DJ 気分的な感じで言ってましたもんね。雲の上。雲の上ね、私好きなんですよね。ちょっとここは、保留で、私的にはね、リゾートな感じにしたいんで、そうだな。
ピンク系にすると、あれかな。多分私が使おうとしてるやつたちが、若干茶色みのある、家具になるのかなのかなと思うので、まあ、白レンガとかでもね、合うかもしれないですし、玉のレン。イースター。いや、結構、本当にいっぱいあるな。すんごいいっぱいある。白いキュートな壁。あー、これもかわいいな。こういうの、こういう色を使ってもいいし、小花柄の壁紙。いやー、なんだろう。かわいいのが多すぎて逆にしっくりこない。どうしよっかな。庭とかじゃないもんね。いや、もう完全に雲の上になっちゃう、こんなことしたら。雲の上の壁なんて使っちゃったらね。いっぱいあるんだよな。あ、でもこんなもんだったっけ？あれかな？私がまだ入手できてないだけかな？よいしょ。今回はでもこの壁紙でいいかな？今ね、やってる紙ですけどね。壁紙でいいかもしれないですね。古い板間の床。今日私結構紙ですね。いや、いつもか。紙なのはいつもかな。あ、いいかな。結構いいかも。あとはラグですね。ラグを何を引くかによって結構変わってくるところある。ちょっと茶色すぎ。やるとしてもこれかな。黄色いペルシャの絨毯とか。一旦これを、メインでやっていきましょうか。で、仕切り壁か。仕切り壁な。使おうかな。せっかくなので使いましょうか。左にね、ベッドとか置くような感じで、イメージでやっていきましょう。レンガ。あ、違う。シンプルな柱。何色だろう？レッドで大丈夫かな？赤い。だいぶ赤い。もう鳥居の色かってぐらい赤いわ。じゃあ、ピンク？あ、なんか思ったよりちょっと色が違うな。茶色とかないよね。じゃあもうグレーとかでいいんかな？いや、違うな。あ、こっちかな。木製の柱だったらいいのあるんじゃない？茶色とかない。あ、ナチュラルウッドかな。あ、まだマシかな。こっちの方がいいか。ダークウッド。あ、ダークウッドですね。よかった。ちゃんとあってよかった。ないのかと思って、ちょっと、びっくりしましたね。よいしょ。こんぐらいにしといて、よいしょ。こんな感じかな。もうちょっといい感じに作りたいけど、でもこんなもんかな。こんな感じになっちゃうよね。そうだな。こんな感じですね。でもみんなどうやってんだろう、これ。こっからベッドに行くイメージでいいよね。よし、じゃあ、ベッド、あ、なんか思ったより、あれだな、出しすぎたせいで消えてるな。しまった。なんかほとんど消えてますね。まあでも、木製のウォールパーテーションは使おうかなと思うので、ダークウッドでいこうかな。よいしょ。今回はね、ちょっと茶色みのある家具で、中はね、攻めたいと思います。こんな感じにして、
あと、ウッドパーテーションとかもちょっと使っていくかな。茶色、あ、ヴィンテージかな。多分ヴィン、あ、いや、ダークウッドもあるんだ。ダークウッドにしようかな、じゃあ。ダークウッドにするのと、あと、もうちょっとこれ奥にして、よいしょ。ダークウッド。で、まあちょっと仕切り的な役割をしてもらう感じにしましょうかね。うん。こう、この方がいいかな。これでいいですね。よし。じゃあ、あとは。そっか、全部消えちゃったんですね。履歴思ったより少なかったんだな。まあでも、まあ大体のおおよそは、よいしょ。ね、イメージはついてきたので、ノルディックなソファーがね、どんな感じでなるのか。ちょっと目にまぶしそうな色合いがたまにちらほらありましたね。よいしょ。ダブルソファ。お、いいじゃん。あるね。いいのありましたね。ちょっと濃すぎかな。まあでもいいかな。この感じの色でいきましょうか。アンティーク。多分私さっきね、カントリーのやつ使うって言ってましたよね。ちょっとモロッカンも出すだけ出しときますね。後でしまうかもしれない。サンクスビギンズまた使おうかな。カントリー、あ、だったカントリー。カントリー系の家具を使っていきたい。他なんかあったっけ、カントリー。てか、カーで調べたらいいんですね。カーで調べるか。か。まあ、かれちゃった。おー。あれ？そういえばなんか右上の R 押すってやつなんだろう。あ、初めて知った。初めて知った。え？あ、種類分けしてくれてんのか。え、初めて知った、こんなこと。もっと早く言ってよ。知らんかったな。よいしょ。うん、これかな？このベッドを使いましょうかね。よいしょ。どういう向きにしようかな。こうかな？こうして、これもちょっと、あるね。ダークブラウン系の色合いあるね。よし。これで、これここに置いたら通れるよね。うん。全然大丈夫そうですね。よしよしよし。これここら辺に置いとこうかなと思うんですね。ここになんかね、上に乗せて、まあ、リゾートに来てるんでね。まあ、別荘、一応ね、別荘は別荘なんですけど、まあ、リゾートに来たっていうイメージなんだ、イメージでやるので。ああ、でもそれだったらね、でっかいベッドの方がいいのかな？よいしょ。でっかいベッドのイメージだから、でっかいベッドで行こうかな、ここ。よし。あと、あったあった。カントリーなクローゼット。これ結構探しやすいですね。ダークブラウン。うん。どうしようかな。こうして、で、ここにあったり姿見的なのを置こうかな。姿見とか、あ、ハンガーラックというか、ハンガースタンドとか言いますね。うん。この辺かな？
入り口のイメージが強い。で、丸太の飾り棚か。使うかな。木製のオープンシェルフとかの方が使う気がする。海の写真。海の写真かな？よいしょ。この辺かな？うん。ああ、いいんじゃないかな。結構いい気がしてきました。エレガントなミラーってどんだけでかかったでしたっけ？でもなんか、物の上には置けなかったような気がしますが。ブラウン。よいしょ。おー、なんかね、私には珍しくね、茶色の感じでできてきてますね。よいしょ。こう。ちょっとあれか、主張激しいか。この名ぐらいでいいかな。うん、いいよね。よし。ちょっと忘れないうちに、ここになんかのれんみたいなのかけときたいですね。のれんっていうか、なんかかわいい、かわいいっていうか、オシャンティーなのれんみたいなないかな。おしゃれなのれん。尻尾ってなんだろう。これかな？よいしょ。こんな感じでいいかな。もうちょっと思ってたのと違うけど。あ、こうすればいいのか。こう、ああ、や、こう。もうちょっと前。いけないね。じゃあ、のれんはいいかな。のれんはいいかな。なんかドアとかあったらいいな。ね、次。もしね、なんか実装っていうかな、追加されるとしたら、そういうのも欲しいですね。ドアとか、家の中でつけれるみたいな。たまにあるんですけどね、たまに別ゲーとかでは見たことありますけど。よいしょ。うん。なんか結構おしゃれだな。よいしょ。で、これを、ダークブラウンにして、よいしょ。これ何、どうやって使おうかな。どうしようかな。思ったよりここの空間が広い。他にもカントリー系あるかな。とりあえずちょっとシーリングファンが目についたからシーリングファン使っちゃおう。あ、木製だな。ここは木製ですね。この辺に一個と、あ、ここら辺かな。ここら辺に一個と、この辺に一個。うん。いいですね。で、もう吊るすもの系はこれでいいかな。一旦ウッドシェードランプとか、まあとりあえず使ってみようかな。一回使うだけ使ってみますね。よいしょ。お、どうでしょう。これ寝室に置くと良いのではないかな。うん、かわいいですね。いやー、おしゃれだな。思ったよりおしゃれになった。意外とこういうのもいけるんじゃん。いやでもどうなんだろう、今時壁掛けかな。いやでもうちはそんなですけどね、結構でかいテレビ買ったんですけど、なんぼだったっけ、50とかだったっけ、40なんぼだったかな。そこちょっと忘れちゃったけど忘れちゃいましたけども、よいしょ。まあ買ったんですけど、よいしょ。テレビの位置が迷うな。テレビな、壁掛けにするかどうかだよね。壁
壁掛けにするか？どうしようかな。ちょっとね、一旦家具を探してみようかな。振り子時計は使ってみたい。アンティークな電話は違うかな。スワックとかは後でいいかな。ね、どうしようかな。あとは、よいしょ。こういう形じゃなくて、普通のモードに戻して、このなんかマークって何だったっけ？とりあえずアイウェイを順にしてね、カントリー系の家具を使おうかな。あ、でもなんか思ったよりないんだね。よいしょ。ローボードってどっかで使ったっけ？ローボードってあれか？あそこにあるやつか。あれがローボードか。椅子。ベッドは使わなくていいし、あ、こんなもんなんだね、でも。なるほど。熊の特大じゃ場所に困ったら、そういうので、場所を、ね、場所を埋めようとする考え。なしではないけどね。よいしょ。とりあえず、キッチン。そうだね、キッチン作ってみてもいいかな。よいしょ。ダークブラウンで、じゃあこの辺ちょっとキッチン系にしてみようかな。うん。で、テレビは壁掛けじゃなくて、間違えました。間違えました。壁掛けじゃなくて、普通の置き型のテレビにしようかな。よいしょ。なので、これ一旦こっちにやって、これ増やそうかな。これ増やして、この窓のとこにこれ置きましょうかね。で、これもダークブラウンに変えといて、よいしょ。よいしょ。で、テレビは、ちょっと端の方で見てもらう感じしようかな。この辺で。よいしょ。ここのなんかテーブルとかどうしようかな。これが、これをこういうのにしようか。ブロンズ。これ何なんだろうね。モロッカンなトレイテーブルって、どんなのなんだろう。よいしょ。こんな感じでね、映画でも楽しんでいただけたらなと思います。テレビって、どこにあるんやろ。テレビってどこにあるんやろな。これもう種類にして、頑張って探すしかないか？テレビ。ん？テレビないぞ。ちょっと待ってね。せっかくだから置きたい家具も探しながらやろうかな。テレビ。あれす。見逃してたら言ってくださいね。ライブ配信じゃないのにね。ね、動画投稿してから言われても、多分もう遅い感じになってますね。あれ？テレビどこだろう？テレビって小物か。大型だけど小物かな？あ、あった。よかった。ありましたね。液晶の50インチにしましょうかね。でかい。よいしょ。いやでもなんか一回でかいテレビをね、慣れてしまうと、でっかいテレビじゃないと嫌になってきません？よいしょ。そうだな。ちょっと
配置がちょっと難しいぞ。難しい。難しくなってきたぞ、ここの配置。こうでいいかもしんないな。もうちょっと前かな。ここで2つにして、じゃあこの奥どうすんだよってね。この奥どうすんだよ。よいしょ。ちょっとこの時計この辺にしとこうかな。よいしょ。オッケーオッケー。じゃあこれにして、でね、あ、蓄音機。蓄音機は欲しかった。蓄音機はね、ここかな？ここに置きましょうかね。ここに置いて流しましょうか。で、あと、どうしようかな。スタークロック。あ、ウクレレ。なんか、ウクレレ吹きそう、吹きそうじゃない。吹きそうですね。ウクレレ吹きそうはやばい。よいしょ。ウクレレとかしそうですよね。ウクレレを吹くってやばいよね。でサボテンとか、あとはアンスリウムとかかな。あ、でも赤色かな？モニカっぽい色ですね、この色。ここに置こうかな。うん。だいぶなんか可愛いですね、この辺にあると。で、料理のところが結構手つかずなので。おお。なんかあれあれってどれだよってね、キッチンつるしとかね、この辺かな、この辺にキッチンつるしとかを置きたいですね。ポップ木製、ボトルウォールシェルフも使おうかな。ヴィンテージにしようかな。ここはヴィンテージ、ちょっと高すぎるな。ね、これをこっちにして、で、こっちを、ここら辺に置いとこうかな。よいしょ。これで料理しやすいかな。料理しやすいって言ってもね、これ、火つけるとこないけどね。コンロとか後で置こうかな。うん、そうしましょう。コンロとか置こう。よし、だいぶね、いい感じになってきましたよ。でも思ったよりね、長い動画になりましたね。いやー。まあでも、長くなるよね。雑誌かな？ファッション。そこじゃない。この辺。ファッションにしようかな。で、そうだね。本棚置こうかな。その端っこの方には。本棚を置くことにします。で、買い物袋。うん、買い物袋でいいかな。買い物袋をここに置いて、今から料理するよって感じにしまして、で、あとは、小物じゃないかな。あれは家具かな。コンロ。あれってなんとかコンロでしたっけ？名前がわかんないけど。これもこれでわかんのかな？あ、これ音楽系ってことか。ドラム式洗、冷蔵庫。コンロ置きたいけど。あ、まあコンロはあれか。別に、いいか。冷蔵庫だね。置くとしたらじゃあ。ブラウン。よいしょ。うん。あ、いいかもしんない。いいですね。で、本棚置きたいんだ、本棚。本棚はどれだい？本棚はどれだ？ぬいぐるみ、かかし、いろり？イースターバルーン。
そういう風に、あれなんだね。種類分けしてくれてんだね。よいしょ。本棚。これ普通に本棚で調べた方が出やすいかな。本棚は、あ、コンロあったけど、コンロ多分ね、色が、それっぽい色がない気がするんだよな。だからいいかな。まあ、リゾートでね、暑い気候の場所なので、ね、冷蔵庫の方が重要だと思います。よいしょ。じゃあ、普通に調べましょうかね。本棚。ハヒフヘホ。ハヒフヘホ。ハヒフヘホ。ほ、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 あれ？あ、ここ風だね、まだ。ほ、本棚、本棚。本棚はありますか？あれ？本棚はない。あ、あれあれか。木製の本棚か。ハヒフハマヤワラは、だから次だね。多分木製の本棚ですね。お、あったあったあった。よし。だいぶできてきたぞ。そこじゃない。そこじゃないけど、できてきましたよ。よいしょ。ね、ここに本棚を置いちゃえば、結構、いい感じになってきた気がしますね。うん。いや、いいんじゃない？あとは小物ですね。小物で、なんか、いい感じの。なんかいい感じのないかな？これもさ、種類で分けれるのか。あー、まな板の上の鯉があった、今。あ、野菜バスケット。野菜バスケットはここに置いとこうかな。よいしょ。うん。いいですね。かわいいですね。で、飲み物とか。あ、いや、フルーツカップケーキでいいかな。フルーツカップケーキをここで食べながらなんかテレビ見てるっていう感じで、していきましょうかね。で、あと、ここに、何置こうかな。貝殻のオルゴール。オルゴールとして使わなければ、結構可愛いような気がするんだけど。よいしょ。こうし、可愛いけどあれだね。これ閉じたまんまってできないのかな。なんかな。そうだな。なんかいいのないかな。何かいいのないか。いいのは絶対いっぱいあるんだけどね。あ、普通にこういう亀とかでもいい気がする。亀のね、ベージュ。あ、いいね。めっちゃいいわ。いいですね。なかなかいい感じがしますね。で、あとラグでね、ラグでアイボリーラウンドマット、これを寝室に、置きましょうか。寝室に置いて、よいしょ。なんかあれかな。ラグってさ、私の家ではベッドとかね、まあ物が傷つかないように置いてるけど、でもどちらかというとあれだよね、地べた座りできるようにするもんなのかな。でもまあラグによって用途は多分結構違ってくると思いますけども。あとキッチンタオルないかな。キッチンタオル、キッチンバスマット、あ、あったあった。キッチンマット、うん、キッチンマット、ここに置きましょうね。キッチンマット、ちょっと奥気味だね。あ、あ、OK、OK、いけた、いけた。よし。うん。あと、何か言いますかね。
そうだな。もうこんなもんかな。こんなもんでいいのではないでしょうか。ちょっと、この辺が若干空いてますけどね。もうちょっと狭くしていいのかな。今これ狭くしたらさ、こうなるのか。ちょっと待ってね、こっち、あー、なんか白くなりますね。そうか、結構狭くなるんだねこれやったら。なるほどなるほどなるほど。よいしょ。じゃあもうこんなもんでいいかな。はい、これでいきましょう。よし、まあちょっと広めですけどね、ここが結構おしゃれにできたんじゃないでしょうか。うん、いいですね。よし、じゃあこれで OK にしましょう。完成しました。ちょっと今までより一番時間かかっちゃったかもしれない。あ、そうだ、テーマ。テーマね。テーマはね、リゾート気分ですね。リゾート。と、かき気分。あ、気分はね、ひらがなかな。気分はひらがなでいきましょう。気分。よいしょ。はい。しゃあ。まあ、外見はね、どちらかというとちょっと可愛めにして、中身はちょっとおしゃれな感じにしました。はい。私的にね、思う感じのおしゃれな感じのなんかフラダンスか何か踊ってましたね今。でも結構いいかもしれないですね。思ったよりは良くなったかもしれません。はい、まあちょっとね、お時間的にも長くなりましたけども、よし、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。はい、今回はね、モニカの別荘を私の方でテーマを決めさせてもらってやらせていただきました。ちょっと長くなりましたけどね、まあのんびり見ていただければなと思います。最後に言ってもあれかな。見終わった後にね、こんなこと言われてもあれか。はい、まあね、またね、私結構のんびり、いろいろやらせていただいてますので、ぜひぜひいろいろ見ていただければ嬉しいです。はい。では、今回はここまでにいたします。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。